美です。And that's Jizen. Welcome to Fujiyama. We are in Singapore. はい、えらい力入ってますね。なんかね、今回4倍速で行くつもりですからね、僕は。はい、頑張りましょう。喋るとかちゃんとゆっくり喋ってくれるとみんな聞き取られへんからね。Singapore 一体どこでしょう。はい、ということでですね、まずは地図を見ていただきましょう。はい。この地図見ても何も分かりませんが、本当にね、点なんですよ、この地図で行くとね。はい、インドと同じぐらい大きさ。全然違いますね。ちょこっとしかないんですけども、はい、それを拡大したのがですね、こちらになります。かなり拡大させていただきましたけれども、はい、こちらですね、シンガポール。で、私が行ったのはこのダウンタウンの方なんですよ。ね、だからシンガポール、普通の国だったら、うん、まあ、これ国名ですよね、シンガポールね、うん、で普通だったらその中の町の州都とかいろいろあるんですけど、はい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 、このシンガポールというところはたまたまダウンタウンしかないね。違う、国に着いたらダウンタウンに行くね。違う、他にもいっぱいあんねんけども、まあ、ここが充実してたかなっていうので、ほとんどここの中で動けましたよっていう感じですね。でですね、シンガポール、私ね、やっぱりアジアって言ったらすごいジメジメして暑っていうイメージがあったんですよ、うん、バリに行った時そうでしたから、うんうんうん、でもね、実は日本の夏と似てるなと思ったんですよ。またカラッとしてたんですよね。日本の夏どこがカラッとや。嘘、してないかな。私の中ではまだカラッとしてる。じゃ、日によるよ、もちろん。ああ、日によるけど、でもだから過ごしやすかった。でもね、うん、シンガポールは、ね、そういうなんていう、ちょっと涼しいところもあるやろ。いや、暑かった。ないか。違う、私言うと、また僕はクーラーが多いからな。シンガポールはお金持ちやんか。店の中とかね、バスの中とか入ってやっぱり寒かったけどね。そうそう、僕はデパートしか行ってないせいかもしれない。そうなんや、デパートで買い物ばっかりすんねや、はい、そうです。まあ、いや、とりあえず見てください。はい、どうぞどうぞ。シンガポールって言ったらやっぱり誰でも頭に浮かぶのはマーライオンやよな。これは行っとかなあかんよな。でっかい。回ってみようか。向こう行ったらもっと見れんねんな。おる。観光客も多いな。大きかったな。マーライオンって水吹いてるもんじゃないの。違うんかな。5ドル。お金5ドル。最新5ドル。やる。ヘビって、まあ、あれが、あのヘビでかいからやろな。なんかな、首絞められるぐらいな、こうキューってくんねん。重たいし、なんか、まあ、ザラザラはしてなかったけど、なんか恐るべしシンガポールって感じ。ああ、ブレックファイト。Bawa ni more 1-2-3 day change skin more 3 day. もう3日で違う色に変わってんの。うっそー。Change color. What kind of Singapore fighter. Fighter.
座っていい？いや、ブニャブニャ。ブニャブニャよ。頭はいらない。なんか蛇って言ったらやっぱりこういう笛って絶対吹いてるけど、どんな関係があるの？この笛を吹くことによって蛇は機嫌良くなるの？守らない。コブラ違う蛇。じゃあ錦蛇に吹いても何も関係ないねや。コブラはこう反応すんねや。コブラダンシング。Dancing. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear.ようこそ我がラックルのホテルへ。それではご案内させていただきます。って言ってみたいよな。これ自分のホテルやったらすごいやろな。めちゃくちゃお金持ちやよな。真っ白やな。なんか日が当たってなくてもすごい明るい感じがするもん。キャラしてた、うん、でも聞いてみたらな、勝手にしたらあかんねん。あ、いいな、ここでお化粧するのね。こんな格好で来てしまった。続きにしてもらおう。あ、絨毯が引いてる。しかもこんなボールで止めるようになってるんで、お湯貯めるのにこんなボールをここに置いたらもう溜まるようになってる。ちゃんと浴室でお湯貯めれるし、シャワーもここで寝転びながらこう浴びれるわけやん。高すぎやん。違うかな。でもまだここのホテルって全室がスイートやねんか。でも普通一般的に考えてるスイートルームの値段に比べたら安いから、何かのチャンスがあったらちょっとでもお金に余裕がある人は泊まってみたらいいと思う。いい思い出になると思うわ。このホテルはね、はい、やっぱり有名なことも皆さん知ってるんですよね。それもあって、うん、有名人がどんどん泊まりに来てる。え、うん、例えばね、チャップリン。誰でも知ってらっしゃるでしょう。チャップリンね。チャールチャップリン。そうそう、うん、チャップリンが来てるし、エリザベス・テイラー。ちょっと待って、るしチャップリンとエリザベス・テイラーが一緒に泊まってない。同じスイート。違う。そこで問題は起これへんしね。あ、そうか、そう、うん、かなり過去の話やから。はい。でそれにブッシュ元大統領。あ、大嫌い。いや、そういう問題じゃない。大嫌い。そんなん言ってんの？私知らんけど。最悪。そこまで私は何ともフォローもできませんけども。はい。まあ、ホテルの話はこれぐらいにしといてですね。はい、マーライオンね。皆さんもご存知ですよね。2メーター以上のライオンがありましたね。何メートルあるのか私もちょっとわからないですけど。はい。はい、まあ、ライオンだったね。しょうもない。見てる人も絶対笑ってないから聞いてると思うわ、逆に。はい、でもあのマーライオンね、その伝説の生き物っていう、上、はい、頭はライオン、顔がライオンで下が人魚になってるっていうね。で、実はですね、マーライオンは口から水を吹き出してるっていうのがすごい有名じゃないですか。
見れたらラッキーだっていうのを言われてるんですけど、実は7年前からもう出てないんですって。最近はラッキーなことはないんですよね、シンガポール。確かに経済前ちょっとだけ落ち気味ですからね。まあそれはちょっとなんとも言えないですけど、でも本当に水が出るんですね。本当は出てたんですよ、でも7年前からやっぱり水不足というかそういうのもありまして、出なくなったっていうね。でもこれはね、マイラインだけじゃなくて、人にもあることやね。人にも、例えばこうペラ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 と英語喋ってたのに、急に止まっちゃうとかそれは、なんて言ったらいいの？全然マーライオンとはつじつまが合ってない、そういうところで、その英語の間違いのことに行ってみたいと思いますんで、はい、間違いというか、もう一回見てほしいところ、いいですか？見てみましょう。あどぅぅ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 ぅ怖いよね、アフレイドよね、アフレイドよね。まあということで、誰でもがヘビがね、こういうふうに首の周りやったら怖いことだと思うんですけど、そこでアフレイドという言葉を使ってたよね。でアフレイドって言ったら、怖いとかそういう恐怖とかそういう意味じゃなかったっけ？そうですよ。だから例えば I'm very afraid とかでも言えるんですよ、でもこういう直感的にもその時の気持ちみたいなものはアフレイドよりは、少なくともアメリカ人の英語では scared という言葉を使うんです。scared、で scared is I am scared、ね、ED で終わる。受け身系っていう。I'm really scared、でもな、I'm really scared、でも、もう一つは、例えば、This snake is very scary。 Scary。 This snake is very scary。 Right。 Scary は形容詞になる、Y で終わるんで、はい、とても怖いもの。 Oh, it's scary っていう感じで言うかもしれない。 Oh, this is too scary っていう感じで言うかもしれない。 Scary も使ったよ。と思うね。でも別に悪くはないね。で、この時にすごい怖い時に何て言ったらいいかということなんですよね。僕は叫ぶ方なんですけどね。まあ人によるなんですけどね。まあ、多分逆に怖がられるで、そっちの方が。だそうやな、でもそのぐらいやらないとな。あ、そう。都会生活してる我々は叫ばないと。まあどこでね、どんな風な場面に会うか分かれへんからね。じゃあスキャード覚えてお使いましょう。ほんでな、そこから来る熟語があるんですよ。私の大好きなやつなんですけどね。これは例えば学校とかで、いるんじゃないですか。例えばみんな泳ぐときに、一人田中君が、おいみんな深いところに飛び込もうとか言って、ほんで飛び込むやんか。ほんでその隣のね、中村さんが、うわ私もやるとか言って、ほんで一人だけの子供が怖がるやん、必ず。みんなが入ってから一人だけが、まあそういう子もいるわね。その時にアメリカだったら、その人の呼び方はね、その人を、ちょっといじめる、茶化す時に、スケーディーキャット、スケーディーキャット、スケーディーキャット、キャット猫やんか、なんか怖がり猫もう猫の扱いをしてしまう。これの言い方も練習してほしいね。これちょっと自分も子供にならなあかんだけど、この言い方は決まってるんで、そしてインフレクションが大切ですから、スケーリキャッ、スケーリキャッ、スケーリキャッって感じで言わなあかんね。歌ってるよね。やってもらおう、やってもらおう。スケーリキャッ、スケーリキャッ、スケーリキャッ。ほんでこれを永遠とやるね。そうなんで、それは子供も大人も関係なく使ってんの？まあちょっとバカな大人は平気ですか。だから教えてくれた。僕よく使ってる。スケアリケア、スケアリケア、これをみんな300回連続してみてください。はい、お願いします。はい、そしたら次の VTR 見てください。どうぞ。めちゃくちゃ綺麗な。いわゆる地下鉄やろ、ここは。My English is not good. My sister can. Very good. You mean Singapore? Well, how do I start? I don't know how to start. You don't know how to start? What do you mean by down here is good? Down here? Yeah. Down here. Singapore? Down Singapore? Yeah. Singapore's south?
Mm-hmm. Yeah. 南の方に行った方がいいって言ってんのか。Where are you going? We're going to the boat key there. Boat key. Boat key. Yeah. Boat key. Like, what is boat key? You can go there and see. It's a river with a boat. 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 Riding boat. Where are you going? We're going to ride a boat. It's over there. Do you speak other language? No. English and Chinese? I can speak English, Indonesia. Indonesia. And Malay, Malaysia. Malay language? Yeah. Indian and Chinese and Malay in this city. Yeah, in this city. Malay, Chinese and Indian, right? We can't communicate with them if their language, right? It's quite difficult for us, like myself, I can't speak Indian Tamil, right? It's like what? Twisting my tongue. Tongue? Twisting. Twisting? If I speak Tamil, right? So it's like twisting my tongue. It's quite difficult to speak out. So now they're trying to make us can communicate to each other. They let us use one language, English. Singapore is very clean. If you just throw a little bit, sometimes we didn't know, right? There's a little bit, then they caught you. You have to pay for it. Pay? Yeah, you have to pay. Like they give you a letter, fine. Then you have to go to the court. Then you have to pay. Then you even have to do a work order. You know what is it? You have to clean Singapore. Parking とか払わなあかんねんて、ちっちゃいゴミでも。落としたら。じゃあ私も観光させてもらおうかな。まあ、一緒に便乗させていただいてね、いい感じですね、なんかパーティーボートみたいな感じだったな、その最後ちょっとカラオケとかそういうものありましたか、全然そんなないねんけど、本当に観光用の船、になってんねんけど、生ビールとかなかったね、誰も飲み物も飲めへんし、中で売ってるわけでもないし、で彼女がね、さっき話してくれたじゃないですか、はい、そのシンガポールの街がすごい綺麗な理由、それ、なんかゴミ捨てたらな、そうだから私もなんか今回シンガポールに行く前にね、まあ友達から聞いてたんですけど、ガムとか噛んだらあかんよってすごい言われて、でガムを噛んでて例えばそれをほかしたとしたら警官も私服警官なんですって、だからどこで見られてるかわからない、でその人たちは、中にはチューインガム専門の人もいるね、でそれが人を見るだけでこの人はチューインガム食べそうなで、大体これは決まってるんですけどね、大体捨てるところはテーブルの下につけるでしょ、見えへんように、これは他の国ではアメリカとかだったらもうみんな平気でやるでしょ、もうアメリカの国行ったらもうレストランの下にゴムがチューインガムがいっぱいついてるけど、シンガポール見たら一個もありません、ないよ、一個もない、そのつけた瞬間に赤い電気がついて、ベーンベーンベーンって感じで人が入ってきて、それはなれへんけど、そんなんはなれへんけど、あーざい早速捕まってるやんか、早いね、でもしそれで捕まってしまったらもうお掃除ですね、お掃除、お掃除、街のお掃除、しかも新聞に名前まで載るっていうんやから、お掃除人としてもうこういう罪を犯しましたからっていう感じでね、はい、新聞に名前まで載って、で掃除、 Where is the garbage can? って感じでねということで、イングリッシュでもう一回見てほしいところありますんで、もう一回やっていいですか、はい、お願いします、見ましょう、あどー、How do I start? I don't know how to start. You don't know how to start? No. What do you mean by down here is good? Down here? Yeah. Down here. Singapore? Down Singapore? Yeah. Singapore の south? Yeah.
まあ、あの彼女いろんな言葉を喋るでしょ、うん、でその中で英語の使い方でここで down という言葉を使っててですね、うん、down here っていう感じ で、うんうん、で彼女はマレーシア人ということでおそらくパラルンポーとかが中心ですよね、うんうん、だから、はいはい、シンガポールの北の方にある、はいはい、マレーシアの南の方の街なんですけど、はいはい、だから down here っていうのはそのマレーシア人にとってシンガポールは down 南だから思ったように南なんだけど、シンガポールの南じゃなくて、マレーシアから見ればシンガポールは。シンガポール自体が南になってるってこと。So like, down here is good. だからアメリカ人がメキシコに旅行するときには、down here is great って言ったら同じことやね。アメリカ人から見ればメキシコみたいな感じで。そういう意味で使ったと思うんですよね。で、down はそういう、あの、ちょうど思ったように南の方という、あるいは下の方という意味ももちろんあるんだけど、いろんな使い方ある。気持ち的にも、例えば、I'm really down today.So、down. あそれはもう今日は全然調子が上がらない今日はダメだっていう感じそうちょっともう落ち込んでるね、うん、もうダウン、うん、あそ僕はこれよくあるんですよね、まあ、言い方でも余計にすごい分かるねもう毎日のほど僕はこれあるんですよねそうかもう周りにといつも I'm so down and are you down and I'm not down 違うねそれ先生通って周りがダウンになるやっててくれた周りが待ってた待ってたよ言ってほしかったの嬉しいですちょっといじめられるとちょっと嬉しいね危ないな、まあ、そのその Get down っていうフレーズもあるんですあこれ Get down は聞いたことあるね Get down っていうのは今度は down っていうのは普通落ち込むっていう意味なのに、うん、Get down っていうと反対に例えば遊びに行くときに Get down って言ったら踊り出すとか、うん、あ、そうなんやそう Get down っていうのは遊ぶめちゃくちゃっていう感じそういう風に使われんねや、うん、なんかディスコっぽいやけどね Get down, get down って感じ歌の歌詞とかでもようあるもんねあれやな、うん、全然意味ないねはっきり言って意味ないねこれ気をつけてくださいすごいアホな表現やけどな急になんか言い出したらなんか周りが本当に盛り上がってる時しか言わんとこなわかったわかったとかシーンとしてる時に急に入ってきて自分で Get down とか言ったら覚えた単語やと思って言ったらあかんねやそうやなわかりましたあとね英語でね、うん、Down and out っていう表現もある Down and out? Down and out、うん、これは落ち込んだダウンプラスアウトね、うん、アウトもつく最悪でしょダウンはノー、ね、気持ちはダメ、はい、アウトは例えばアウトオフマニー、うんうんうん、お金がなくて落ち込んでる、はいはい、ダウンになるめっちゃもう沈んでるっていう状態、ね、めっちゃ最悪僕もこれよくあるんですよ、うんね、そうあるって辛いな私はそっちには入りたくないなそうやな、はい、やめましょうねそうやねじゃあ明るい話題に行きましてですね、はい、じゃあ次はチャイナタウンの方に行きましたので見てくださいチャイナタウンの方にやってまいりましたここがですねトレンガのストリートっていうところですねちょうどショッピングストリートで栄えてるっていうところですねちょっとお店もちらほら見えてるんやけどもしかし、なんといってもこの色合い、このバラバラな色合い、統一性がないというか。めっちゃ可愛いな。これはちょっと何で、これ何に使うの？なあ、お前、こんな何に着るん？何の時に来たらいいん、こういうのは。これはもしかしてリバーシブルっていうやつかな。ご飯食べてんの？ビーチャークイズ。え、You are food? ブレックファースト？何食べてんの？待って、はい。あ、Thank you. Good, very good. Korea good. Very good. ビーチャークイズ。あ、普通の味なしドーナツみたいなドーナツ、うん、チャイニーズドーナツチャイニーズドーナツノンコーヒーノンコーヒーコーヒーグッグッコーヒーあ、ここにあるやんコーヒーミックスグッうん、グッあ、美味しいわコーヒーつけたら美味しい普通のブラックコーヒーやもんなマージャンセット。私マージャンやったことないねんけど。これはちっちゃい。これやったらちょっとちっちゃいやろ。これが普通サイズやろ。なんかいいな。うわ、はい。Thank you. Thank you very much.
の店やろな、すごい変な匂いする。これあの CM でレーシニンニクとかよくやってるレーシっていうやつやな。うわこれタツノオトシゴちゃん、こんな目の前で見たことなかった。あ初めて見た。見てタツノオトシゴ。シーホース。うわトカゲやって。え、これ何？こっちです。ネズミ。キャーン。ドリンク。何？ネズミはコーナー。え、コーナー。 What is good for body? エクスマ。エクスマ？エクスマって何？エクスマ？ちょっとネズミが効いたな。ちょっと怖いな。一応ここがショッピングセンターじゃないけど百貨店みたいな感じなのかな。めちゃくちゃ人多いな。でもここに来てる人はね、中国人っぽい人もおるし、インド人っぽい人もおるし、それこそ観光客もおるし、すごいいろんな人種がいっぱいおる。カエルやカエルや、カエルや。言ったら人間で言ったらもう脳死状態みたいな感じかな。屋台みたいな感じの食べ物屋がいっぱい並んでるな。こんな麺あんねんな。ヌードル。なんか、きしめんみたい。ああ。What is it? Yeah. Some rice cake. Rice cake? Yeah, rice cake. It's a dessert? Mixed with chili and the sugar sauce. ああ、チリとかつけて食べんねや。お菓子になるんかな、これは。ここってもおっちゃんわかるかな。どんな味すんねやろ、私。麺も確かに気になんねんけど、あのライスケーキの方が気になんねんな。チリとかつけるって言ってたやろ。あ、やっぱり興味あるわ。うわ、これ何？辛いんかな。ドロドロ、ほらドロドロやねんけど。でも味は普通のラーメンみたい。なんか色がこんな濃いからな、私辛いんかなと思ったね。全然辛くない。ライスケーキの方食べてみようか。これはお箸で食べるべきもの？いただきます。怪しいな。まずくはないんやけど、おいしいっていう味でもないな。なんかちょっとエビの、あ、エビっぽい味もすんねん。まあでも一般的に食べられてるみたいな。これは食後か、やっぱり。さすがチャイナタウンという感じでね、漢方の店がものすごくやっぱり多いんですよね、はい、その中で私はまあ1軒しか入ってないんですけども、はい、なんかちょっと怖くなって煎じてくださいともよう言わんかったし、まあそのネズミの液体は今回はあのプレゼントとして出すんですか、ね、いやいや持って帰ってないですけどね。あ、そうですか、まあ、ね、瓶とか割れたらダメですからね。あ、そういうことで、一応いろいろ考えまして持って帰らなかったんですけども、ね、はい、で私自身もちょっと漢方とかって飲んだことないから、うん、ちょっと私の体質に合うのを作ってもらおうかなとも思ったんですけど、うん、
自分のどこが悪いんかっていうのが全く分からへんかったからそういう時はね英語で言うんですけどね、はい、If it ain't broken, don't fix it ちょっと今の言い方言うかな If it ain't broke, don't fix it 壊れてないものは直さんでいいと、うん、Don't broke If it ain't broke If it ain't broke yeah, ain't はね、うん、非文法的やけど、うん、is not っていう意味やね If it ain't broke ain't broke don't fix it don't fix it、うん、だから多分健康やし、うん、買わんでいいんちゃうかしらと思うねんな私健康やと思う少しでも風邪ひいたら死んだネズミ聞くでいやそれは用のまんけどね最高さすがにあの形を見てしまうとちょっと用のまないんですけどね見るだけで元気になるかな分かれでですね、その前に入ってた店でですね、プレゼントを買ってまいりました。え、それはノート？そのノートじゃないねんけど、はい、これね、麻雀セットなんですよ。Oh man! 麻雀セット！そう、まあ、一応こういう説明書なんかも入ってたりするんですけどね。これ英語かな？もちろん英語ですよ。Chinese game of four winds。四つの風のゲームって。四つの風のゲームって書いてる？はい。で私ね、麻雀とかしたことないからちょっと分かんないんですけど、はい、でもね、これはね、絶対買っといた方がいいと思ったんですよでしかも値引きしてくれたしね、うん、ディスカウントしてくれてね、うん、次行きましょうか、まあ、どっちでもいいけどねはい、はい、じゃあ見てくださいどうぞどうぞ体に効きそうなんとかなんかいっぱい打ってそうコリアすごいって書いてるけどコリアすごいって何あ、指圧かやったことないちょっとやってみようかなコリアすごいって書いてるからなすごいかもしれへんほんまにえ、これどこに行ったらいいのあ、この名前はここかエキスキューズミーはいI want to 指圧インサイドどっから入んねやこの人がすんのなんかこの匂い何サロンパスみたいな匂いがすでにしてるはいはいおー From Japan Yes, Japan Okay First time come here Okay, take off, huh? はいあ、靴下ものかなうわなんかえ、彼は先生 Are you a teacher? Yeah, doctor? Yeah, doctor. How much is this? It's 13. 13? Yeah. 30? Lay down, huh? Okay. 痛いんかな全然痛くないっていうことは悪くないっていうかなそこ痛い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 痛いって言ってんのにまるで虫やでちょっと聞いてみよう ここは何ここ What is this? It's ouch Maybe your twist before For a long time maybe Twist ここは教会ですか？違います。ここはですね、お茶を飲ませていただけるんですね。もちろんお金払ってですけども、いろんな種類のお茶を飲めるというね。それでその飲み方がまた可愛らしい。なんかめっちゃちっちゃいやんか。ほら、手に乗っけてもこんな。これに入れて飲むのかな。めっちゃちっちゃいな。温度は100度でウーロン茶100度でウーロン茶は100度ウーロン茶は100度緑茶は80度だけど最初は目の目ない捨てるんです最初はね熱のお湯入れて熱のお湯入れて最初はちょっと洗うお茶葉の洗うだけ飲めないWarm up from outside. Warm up, keep warm, keep temperature.
after we hold 30 seconds. So this is 何回30秒くらい。はい。オンリースメル。最初の匂い借りて、また全部の服に入れて、姿勢に変わる。じゃあ、まず匂いをね。匂い借りて。なんかちょっとすっきりする匂いです。ベリーない。全部ここに入れて。もう一回に匂いください。エンジェル。ああ、空になったのに匂い。うん。今、うん、今、じゃあ二回目これは三回目です。はい。いただきます。うん、美味しい。苦い味じゃないわ。やっぱり種類があるからか、お茶っぱが違うのか。Thank you very much. Thank you. もういいか、匂い嗅ぐの。なんかね、はい、この最後のやつはなんか、うん、今アメリカとか日本で入り出してるアメリカンスタイルコーヒーショップの逆みたいな気がする。あのでかいコーヒーを割と安く売るというのが今流行ってるやん、エクスプレッソのでかいやつとか、それの逆の発想やな。そうやね、逆に小さいのでね、ティーで、そうそうそう。でね、あれでもね、あの1回分がね、どれぐらいの袋なんやろな、もう本当にもうこの片手サイズぐらいの袋の大きさにね、お茶っぱが入ってるんですよ、うん、でそれを2時間って決まってたと思うんですね、うん、そこに入れる時間が、うん、でその2時間の間に言ったら、そのお茶を何回もお茶っ葉をね、色がなくなってきたら変えてってやって、まあ、2時間以内でそれをまあ飲んでくださいっていう感じの店なんですけどもね。ほんでそのコップも小さいだからね、うん、ちょうど1時間と59分45秒の時に普通だったらでかいコップあったら困るんじゃないですか、その最後の、うん、もったいないから、うん、こぼしながら言ってるとか、これちっちゃいから大丈夫ね。そうそう、こぼすことないからね。余裕を持ってみんな3秒前までなってるね。いやいやいや、でもね、あれね、かなりね、色が出るんですよ、お茶っ葉、うん、ちょっと入れただけでも出るんですね、うん、で一応4回ぐらい飲んだら、4回ぐらい使ったら、そのもうお茶っ葉をほかして新しいの入れてくださいって言われてるんですけど、うん、で私が飲んだお茶はですね、ゴールデンサシャっていうんですけども、うん、黄金って書いて、うん、でカツラっていう漢字あるじゃないですか、木片に土って書くんですけどはい、はい、黄金カツラって書いてるんですけど、ゴールデンサシャっていうね、お茶を飲ませていただいたんですけど、多分ね、 I would like some more golden sasha please って感じ。そうそうそう、で多分ね、あの日本でも金のウーロン茶って売ってるじゃないですか、うん、今であれと同じ種類だと思うんですよね、美味しかった、うん、美味しかった、全然癖がない味、うん、すごく飲みやすくてね、苦いんかなと思ってたんですけど、でも味だけじゃなくて、うん、香りも大切やろ。そうそう、匂いもね、すごいいい匂いしたんですよ。それもね、全然鼻につく匂いじゃない、うん、本当に自然ないい匂い、お茶のいい匂い、うん、うん、だからウーロン茶っていう感じがしなかったんですよね。だから今までの見たシンガポールはちょっとあの、まあ、人が多くないところもあったんだけど、うん、混んでるところとかちょっとみんなビジーみたいな感じがしたんだけど、うん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 、そういうところでリラックスして、そうですね、お茶飲んで、多分ね、やっぱりね、それだけ前になるから時間も限定されてるんだと思うんですよね、うん、まあ、確かにね、あのポットとかも置いてるし、いくらでもお湯は入れ放題で飲み放題なんですけども、うん、でもまあ一応2時間って決まってますから ね、 そうだね。でね、その店はね、エリザベス女王も来たんですよ、過去。だからね、その同じ店に、そうそうそう、だからね、やっぱりね、彼女の入れ物はでかかったかな、みんなよりちょっと、みんなと一緒一緒同じ席で飲んでたみたいやから、うまうんうんうん、で、はい、やっぱり日本人の方がよく来てらっしゃるから、日本人のお茶が好きやから話せるんですよ、うん、そんな感じかな、うんうんうん、だからね、ぜひ行ってみてください。エグゼベチューに合わせていきましょうねいや、今度いつ来られるか分かれへんからね、はい、それでは次の VTR 見てください、どうぞ。
What is this? So, she is a Hindu. What name of this? Puttu. Puttu. これやな。めっちゃ種類あるやん。これかわいい。これ買って帰るわ。多分こんなんやったら別にこのおでこにつけらんでも、今タトゥーとか流行ってるやんか。腕とかでも、もしくはピアスみたいにしてつけても全然 OK やと思うんやんか。Thank you very much. Indian people, Indian people living little India area. Yeah, this is they call this little India arcade. Little India arcade. Little India arcade. All the Indians they will come here to buy things. Living in this area. No, different area. They used to come here.They have to, because all the items for cooking, items for prayers, all these you can get it in Little India Arcade. This area, whole area. じゃあやっぱりここはその商売をしたりとか、まあ音楽をしたり、ご飯を食べに来たりとか、そういう場所やねんな。診療ばっかりやな。こっちの字やろ、これ。なんて書いてんの。What? Cooking one. Cooking one. Curry one. Cooking one. Curry? Curry? Curry cooking one. カレーに入れたりすんの？え、インサイドカリー？え、なんか、パッと見た感じ、魚干してるだけみたいな感じすんねんけど。でも辛いねんな。ほとんど民族衣装の店やな。めっちゃ色合いが綺麗な。豪華っぽく見えるけど、こんなんでいくらぐらいすんやろ。こんなんとかついてない。その場で値段交渉するのかな。全然ついてないよ。ひったくられそう。これ売らないやんか。ハトミ。ハトミね、お金がね、やんでるけど、戻られたね。見てなかった。あ、また浮かんだだね。あ、また浮かんだまで浮かんでるよ。この子が選んだの。Good news from abroad. Yeah. We'll give you lots of pleasure. Oh. You have wonderful relatives who are always willing to help you in time of need. Very good. Very good. Oh. What is? What's good? Good. 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 Good.ほら周りに、周りから私に幸せを与えてくれるみたいやね。しかも海外からもいい知らせがあって。なんやろ、どこやろ、ここ。違うか。待ってたら来てくれよ。Yes, what do you want?
いうか、あんななんかペラーンとした大きいのも美味しいんかな。なんか味するんやろな。あそこにペーパーとか書いてあるけど、ほんまに紙みたいよな。何もつけんの、これだけ食べてみます。あ、チーズの味する。そこのカレーみたいなのつけようか。なんも味せえへん。辛いんかな、これ。あ、辛くない？全然。これは。何これ。口の中でなんかザリザリするような感じです。ほら、見て。こんなしてポテト入ってんねん。この部分食べてみようか。ここは確かにシンガポールの果てやねんけども、周りはインド人だらけっていう面白いな、シンガポールってな。なんかな、ほんまいろんな人種が集まってんやなと思うわ。あれはね、ほんとお菓子みたいでしたね。なんか今回の番組で2回食ってるなまあねっていうか、まあシンガポールやねんけども、ああチャイナタウンもある、リトルインディアもある そしてまあマレーシア人とも会えるっていう、もういろんな人種の人がいっぱいおるっていうのを見せたくて、でまああのチャイナタウンに行ったら中国風を味わえるよ、リトルインディア行ったらインド風を味わえるよっていうのを見せたくてね。そう、普通のとこは味わえるっていう時にね、こうそれを明らかにもうこう文化を味わえるっていうなんだけどこの番組では味わえるっていうのを食べるっていう感じの味わえるなまあね、それは私がリポートしに行ってるからっていうのもあるんですけど ね, かもしれないね。でも、はい、いい感じですよね。でしょ、はい、でもあのねカレー屋さんはね本当にねおすすめですね。うん、うん、すごい満員やったから。右側の白いやつはいらんやろと思う。それ私がえって言ったやつ、あれそうやね。でも好き嫌いもまあ人それぞれですからね、うん、言ってみたらね。であそこはねやっぱり辛いカレー置いてるからと思うんですけど、水飲み放題なんですよ、うん、だからもう水のポット置いてるから、テーブルに置いてあるから、でもコップは非常に小さいね。そこコップいや小さくない小さくない、それさっきのお茶屋さんと違ってるよ。でですね、まずはプレゼントの方を先にね紹介させていただきます、はい、こちらがですね、今回は豪華やそうですか。これがですね、さっき先生も言ってたビンディですね、はい、プートゥーというんですけれども、うん、これをですね、3名様の方にプレゼントさせていただきます。ちょっとおしゃれやな。これ、ね、そうそう、だからおでこじゃなくても別にまあちょっと大きさ的にはちょっと無理かもしれないですけどね、うん、でもピアスとかにも使えるやろし、鼻の穴の中とかつけるだけでもいいやろ、いろいろと考えてくださいね。いや鼻の穴は見えへんからね。わからない、こうさりげなく見える時がいいですよまあいろんなところ、耳からとんがってるとか、いやいやそれ形変えらんのかからね、はい、うん、まあいろんなところにもつけれると思いますのでですね、はい、こちらを3名様にプレゼントさせていただきます、はい、これ全部形も色も違いますからね。後ろに2段書いてありますので見てくださいねまあまあね、ボールペンですから消しませんからね。はい、でですね、まだあります、こちらなんですね。はい、これね、私もね実は買って帰ったんですよ、自分用にね。これ何ですかこれあの神様じゃないですか。あ、神様か。うん、これね、だって、まあ、日本でも売ってるかもしれないですけど、日本でも今ねお店に入ったら、まあ、ちょっと雰囲気の変わったようなお店に入ったらこういうポスターとか結構貼ってるところが多いんですよね、うん、もちろんその店は陰線の匂いとかもするんですけれども、うん、でですね、これを部屋に貼っても可愛いんじゃないかなと思ったんでね、
こちらの方をですねプレゼントにさせていただきます。神様も安いよいやいや、これやっぱり神様なだけにちょっと値段張ったよ。あ、ま、うん、そんな一桁じゃないからね。そうね、こちらをですね2名様にプレゼントさせていただきますのでね、はい、送ってきてくださいね。勝手に作って言わないでくださいね。はい、これかなり私も気に入ってるんですけど ね、はい、ではですねここでちょっと E メールの方をね紹介させていただきます。はい、名前読んでいいんかな。なお、黒瀬奈緒さんからですね、はい、どうもありがとうございます。初めてメールを書きます。藤山のプラハポーランド編を見ました、うん、アウシュビッツがとても印象的でした。見ていて鳥肌が立ってしまったくらいです。ハトミさんたちはプラハからクラクフを昼間の列車で移動していましたが、私はそこを夜行列車で移動したいと考えています。女22歳2人での旅で夜行列車は危険なのかどうか不安に思っています。そのあたりの情報が何かありましたらぜひ教えていただけると幸いですということなんですけどもね。そうですね、はい、ちゃんと聞いてるんですよね。そう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 、それはいいことですね。確かに、うん、で私もね実際夜行列車の方乗ったんですよ。 VTR ではお昼の方しか映ってなかったと思うんですけども、うん、夜行列車乗ったんですけども、まあ寝台列車になっててね、うん、でそれで、まあ、他の人も乗ってたんですよ。で乗ってたのが男の人が2人と女の子1人が乗ってて、でその3人も別に友達ではなくて偶然居合わせた3人なんですよね、うん、そのコンパートメントの中で、うん、でまあその女の子は日本人だったんですよ実はね。でもニュージーランドに住んでるから英語も話せるんですね、うん、でそれでまあ3人で英語で話ができたっていうのもあるし、でそこで私も入ってまあ英語はねちょっとした英語しか喋れないですけど、うん、まあ一緒に話をしながら楽しい時間を過ごしたりできたんですけど、はい、だから言ってみたらそうやって女の子一人でも夜行列車に乗れるっていうのもあるんですよね、うん、そういう安全性とかもあるんですよね確かに。でもまあ自分の荷物の管理はちゃんと しておかないとダメと思うんですよ。寝台列車なだけにやっぱりみんな寝るじゃないですか、はい、寝てしまったらやっぱりどうなるかわからないから、寝やったらね二息でも寝るからねみんな、うん、そうやな、眠たい時でも寝てしまうから ね、だからそれやったら例えば枕をまあ枕元に枕を置いて荷物を枕元に置いとくとか、うん、まあ、上にも乗せるところあるし、それをゴムかなんかで縛ることもできるしね、うんうん、でまあしょっちゅうチェックしになんていうんですかね、添乗員じゃないや、うん、車掌さんとかも来ますからね、うん、それで何回も起きたりしてちょっと寝心地悪いかもしれないですけども、うん、そういうので全然まあ言ったらまだそんなに危なくないかなと思うんですよ。一人ででも乗れるかなと思うんですけど、まあ自己管理だけはねちゃんとしていただいた方がいいと思いますね。自己管理ですね、うん、私はまだ自分の人生でまだ一回もできたことあかんな、これから私も自己管理みたいな、すごいいい言葉やけどな、ね、これ自己管理に目指していこうなみんな。そうやな、まあまあセルフマネジメント、ね、なおさん、まあまあこれも一つの経験だと思いますんでね、まあぜひ行ってみてくださいというのがですね私のおすすめですね。はい、はい、まあそんなに危ない危ないってばっかり言ってもね、実際私とか藤本君でもそんな危ない目に遭ってないですからね。そうだけどな、うんうん、だからまあ行っていただけることをおすすめいたします。はい、はい、ということでですね今回はシンガポールの方を見ていただきましたけどね。シンガポール was greatグレートだった、うん、僕も行ってなんかいろんなの食べたいな。そうやろ、だからもう本当にいろんな人種もいるしいろんな料理も食べれるからもう、うん、ぜひぜひ行ってみてください。チューンガンも持っていこうねみんな、持っていかんでって、はい、それでまた来週も見てください。 See you next time. バイバイ。 Later. ピンポンピンポン、うん、あ、ハトミどうしたん、今日ちょっとしんどいね、なんかいつもと調子違うよな、ちょっと どうしたんいやでもな藤本くんに聞いてんけどな、うん、ピンポン出たないらしいな、あんまり。僕、あの、年やからな。いくつなん、年って。もうちょっとで、3ヶ月か。でもな、いつもな、見るたびに思うねんけど、顔違うよな、ピンポン。ちょっとだけな。うん。なんかいつもと違う。あ、羽取れた。おい、返してよ、それ。羽取れた。ちょっと待って、ちょっと待って。はい。あ、取れた。どうしたんなんでこんなん取れていくん。大丈夫。やばいやん。大丈夫。あ、取れた。どうしたどうしたらいいん、これ。ピンポン、どうしよう。返してよ、なんか貧相になっていくねんけど、大丈夫大丈夫な、これ返したらなんとかなろう。なんとかなろう、じゃほんま、じゃね、はい、ちょっと病院行ってくるわ。病院バイバイ気付けできや、バイバイ多分あかんで。